長崎のぞみは日本の元ソフトボール選手。左投げ左打ち。ソフトボール日本代表。愛媛県出身。小学3年生からソフトボールを始める。男子に混じり、6年時には4番バッターとなった。中学時代には全国中学校ソフトボール大会に出場。京都西山高等学校在学中の2008年にはインターハイ優勝に大いに貢献した。 高校卒業後の2011年にトヨタ自動車女子ソフトボール部に入部。初出場となったソフトボール日本リーグでチーム優勝の原動力となり、自らも本類打王、打点王、ベストナイン、新人賞の4冠に輝き、2018年現在までの成績は新人賞、本類打王、打点王2回、ベストナイン6回の成績を収めている。 新人での4冠達成は山田エリ以来9年ぶり。2011年12月に開催された世界女子ソフトボールジュニア選手権ではレギュラーとしてチーム準優勝に貢献した。2014年から日本代表入り。代表監督の宇津木麗は手話で長打力を兼ね備えた天才と評している。憧れのプロ野球選手は鈴木誠也と前田智則。 2020年12月9日、現役引退を発表。ありがとうございます。